は私がファッションアイテムを紹介したいと思います。こちらラインポイントスウェットとラインポイントレギパンです。これさ、トレーニングウェア。これね、汎用で切れちゃうの。あ、なるほどね。これね、上下セットなんだけど、ポイントがね、このね、ラインポイント。ポイントがもう言っちゃってる。もうね、ポイントポイント言っちゃってるからね。本当このね、ラインがすごい。 細く見せてくれるっていう、ね、はい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 なんかここがやっぱりアクセントとしてあるからいいよね気になるでしょ、うん、最近はこういうねこういうスポーツウェアのファッションがすごい人気だから、ね、確かにちょっと一緒に見てみたいと思います、はい、まずねこのカラーがグレーとブラックとネイビー、うん この三色な,なるほど、はいまずねこのねスウェットがね、うん、見てみると、じゃーん、あ、確かに<う>えこれあー、重ねぎに見えるなるほどね重ねぎのなるほど。こねレイヤードになってるの。へー。これがめっちゃおおすすめポイント。確かに。そうなぜかってねうん、うん、こうやってなると重ねぎしてるみたいに見えるんだけど。うん これ本当に重ね着するとちょっとキ膨れしたりとか、ちょっとそういうのがあって気になるじゃない？でもそういうのもないけど、ちょっとおしゃれに着こなす。なるほどね。なおかつね、この長さがこのねお尻を隠してくれるっていう。確かにちょっと長めだね。そう、だからお尻を隠してくれるから、こうなんかレギンスと合わせてもなんかで歩けるっていうなるほどね。そこらへんちょっと心配だもんね。そう、すごいぴったりでしょ？ すごい可愛いの。ここにもね、やっぱりラインがこう、うん、スーって入ってるから、これでね、これおしゃ、ね、ズボンズボンズボンじゃないレギンス。レギンスね、はいはい。これもこんな感じでこういうの流行ってるよね。そう、すごい足が細く見えるの。うんうんうん。いいでしょ。めちゃくちゃいい。で、これもあれだね、運動するときにも使えるし、うん、普通にもうどっか行くときにも大丈夫でしょう。 姉もいいし、出かけるように来てもいいし、最近はもう何でもありだからね。ねファッションは自分がもう、ね、分けないからね。そうそう、逆に上これセットなんですけど、うん、上だけして下はもうジーンズ履いたりとか、確かになんかアレンジして着れることもできます。私はね、このね。ブラックがすごい気に入ってる。あちなみにね。僕はね。うんうん、このちょっとね。グレーが気に入っちゃって。 でも全然もう全然男性も上だけ着てもいいし確かにこれちょっとさサイズ感やっぱりこの大きめにできてるからそううん俺が着てもねであの彼女さんにはズボンをプレゼントあそこのそこのおそはちょっと新しいね新しいでしょ、うん、でこれすごい可愛いピンクなのポイント、ね、すごい、うん、このね触り心地がやっぱりいいそうやっぱね最近おうちゃんがファッションに興味あるじゃないそうある <laughs> だからすごいねなんかこう スウェットもおしゃれに着こなしてほしいっていう。うん、そうそうでねこういうのねやっぱりね、うん、こういうの自分で演出するのってなかなか難しいんだよね。そう難しいけども、うん、これだけであればね全部解決できちゃうからね皆さんもこれをぜひね試して韓国風おしゃれ。そう,もうこれね最近のね <laughs> 流行りだから韓国っぽいよ、うん。そう韓国風おしゃれにぜひチャレンジしてみてください。チャレンジしてみてください。